Hey guys, this game was provided to me by my partner PlayAsia. If you'd like to buy the game, you can use one of the links below. And for an additional $3 off, you can use the code R3D. Now, back to the video. フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師。おはよう。もう元気そうね。あ、おはようございます。これから仕事か？はい、もうちょっとしたら。そうか、頑張れよ。変わらず感情そう。はあ、お仕事行こうっと。とある時代のとある場所、岩山の中にエルトナという小さな町がありました。そこは採掘を生業とする人々が住むほの暗い町。入り口はいつも大きな鉄の扉で塞がれています。扉は一部の人を除いて出入りすることは許されず、外から人が来ることも滅多にありません。ひっそりと日々を過ごす閉ざされた町。ここに外の世界への憧れを抱く少女が一人。ああ、来たか、フィリス。すみません、長老、遅くなっちゃって。
いや構わんよ。わしらもつい先ほど着いたばかりじゃ。さて早速じゃが、今日も仕事の方始めてもらおうかの。はい。どうじゃ。聞こえました。それじゃあ取ってきますね。うん、よろしく頼むぞ。この成果はどうじゃ。はい、こんな感じです。量、質、ともに申し分ない。さすがはフィリスじゃの。よかったです。私これくらいしかできないから。何を言うか、鉱石のありかが分かるというお前の力、わしらは随分助けられておるわ。のう、お前たち。まったくっすよ。本当にフィリスちゃん様々っす。最近は採掘量も減ってきてるからな。フィリスちゃんがいなかったらどうなることやら。そんなこと。とにかく今日も助かった、仕事はもう終わりでいいからの。わかりました。ではお先に失礼しますね。家に帰ろうった。やった。えい。やった。採取。採取。扉見ていこうかな。朝から何も変わってないよね。ひょっとして急に軽くなってたりとか。
しかしてお姉ちゃんのことを迎えに来てくれたの？ううん、偶然ここにいただけ。っていうか帰ってくるの今日だったっけ？もっと先の予定だったけど、狩りの調子がよくって荷物を持ちきれなくなったから戻ってきたの。大量だったんだ。じゃあしばらくご飯が豪華になるね。フィリスちゃんが好きなウサギさんもたくさん取ってきたから、どんどん食べてちょうだいね。やったー、リアヌ大好き。で、それはそれとして、お外はどうだったでしょ。外から帰ってくるといつもそれなんだから。それでどうだったの？何かすごいものあった？ちょっと待った。外のことより私のお仕事が先。お話はその後ゆっくりしてあげるからね。はーい。じゃあ私もついてくね。お仕事が終わったらすぐに聞かせてもらうから。はいはい、わかってるわ。おお、リアーネ戻ったか。して成果はどうじゃった？繁殖期に重なったこともあり上々です。これでしばらく食料と衣類には困らないかと。そうかそうか、それはご苦労じゃったな。いえ、取ったものは扉の脇に置いておきましたので、後ほど回収をお願いします。心得た。ゆっくり体を休めるといいぞ。お待たせ。あら、どうしたの？ああ、お仕事してるリアネかっこいいなって。じゃあ普段の私はかっこよくないってこと？そんなひどいこと言う子には外のお話してあげない。え、違うの。そういう意味で言ったんじゃなくて。冗談よ。お仕事も終わったし、約束通り話してあげる。ごめんごめん、フィリスちゃんが可愛くてついね。さて何から話そうかしら。そうね、この間はお天気が良くて青空が一面に広がってたんだけど。あら、もうこんな時間？ちょっと話しすぎちゃったわね。
やっぱりお外ってすごいんだ。私も行ってみたいな。そろそろ家に帰りましょう。父さんと母さんが心配するわ。いつかきっと、私も絶対。フィリスちゃん、帰るわよ。よし。やった。やった。めっけ。
まあいいものないかな。おかえり、フィリス。リアーレもお疲れ様。長老から話は聞いたよ。帰ってくるんだったら連絡の一つでもよこしなさいよね。ごめんなさい、母さん。いいわ、私はご飯の支度をしてくるから、のんびりしてなさい。フィリス、今日もまたすごい成果だったらしいじゃないか。長老も喜んでたよ。フィリスはこの町の希望の星だって。そんなことないよ。私なんて功績拾いしかできないし。それよりリア姉の方がすごいよ。お外でたくさん獲物を取ってきたんでしょ。私こそ大したことはしてないわ。あれくらい誰だってできるもの。いや、リア姉も立派さ。二人ともできた娘で父さんは嬉しいよ。いいよね、リア姉は。だってお仕事でお外に出られるんだもん。私もお外行ってみたいな。ダメよ。外に出たいなんて絶対ダメ。魔物も出るし、危ない場所だってたくさんあるのよ。外に行ったところですぐに泣いて帰ってくるのがオチなんだから。でもリア姉だって。リア姉はいいの。あんたとは体の丈夫さが違うんだから。ほら、あんたからも。僕も？そうだな。確かに外はフィリスが思ってるほど楽しい場所でもないような。そういうこと。とにかく外に出るなんて絶対ダメ。わかったわね。よろしい。じゃあこの話は終わり。ほら、ご飯ができたから運ぶの手伝ってちょうだい。風はまるで旅人のように世界を巡る。日が落ち、月が沈み、あまたの星が流れても果てなく広がる大草原、どこまでも暗い迷いの森、朽ちた荒野に天をつく大樹。幾年月を要しても決して見果てぬ景色の数々、それらを見るべく風は今日も世界を巡る。旅人と共に青空の下で。はあ、ダメって言われても行きたいものは行きたいんだもん。おはよう。あれ、リア姉は？おはよう、フィリス。リアーヌなら朝早く家を出て行ったよ。まったく、どこに出かけたのやら。あんたはどうするの？
お仕事もないし、お散歩にでも行ってこようかな。そうか、気をつけて行ってくるんだよ。うん、行ってきます。あ、そうだ、久しぶりにお空でも見に行こうっと。見ても綺麗だな。でもお外に出たらこんなお空はいつでも見られるんだよね。
しかも頭の上いっぱいに広がってるとか、なんだかずるいよ。私だって一面の青空見てみたいよ。あら、なんだか沈んでる子がいるわね。せっかくの可愛い顔が台無しよ。リアネ、どうしたの？落ち込んでる妹を慰めに来ました。きっと昨日のことよね。私、わかんないんだ。どうして二人があんなに反対するのか。お外には魔物が出るってことも、危ない場所がたくさんあるってこともわかってる。魔物が出たらやられちゃうかもしれないし、どこかで怪我しちゃうかもしれない。外に行ってみたいんだもん。お父さんとお母さんの分からずよ。あのね、フィリスちゃん、父さんと母さんはきっと。あー、もうイライラする。フィリスちゃん、ちょっと扉を見に行ってくる。リアネは先に帰っててね。勢いでここまで来ちゃったけど、何やってるんだろう私。ここに来たところでお外に出られるわけじゃないのに。すいません、誰かいませんか。急に冷静になってきた。そういえばリアネ、何か言いかけてたっけ。誰もいないみたいだよ。そのようですね。待ちなさい。どうして爆弾を取り出しているのですか。え、誰もいないなら爆破しちゃえばいいかなって。後で謝らなきゃ。さっきから何か聞こえるような。今からこの扉
爆破するので、もし誰かいたら気をつけてくださいね。成功成功。ソフィー、あまりにも無計画すぎませんか？もし誰かに怪我でもさせていたら。大丈夫大丈夫、人がいないことは確認したし。確かこんなこともあろうかと。ほら、あった！これを使えば。ふう、これで元通りだね。夢でも見てるのかな。扉が吹き飛んだと思ったらもう元通りに。あなたたちは一体。私はソフィーっていうの。こっちはフラフタと申します。以後お見知りおきを。それで、あなたのお名前は？私、フィリスって言います。フィリスちゃん、だね。よろしく。はい。それで、ソフィーさんは何をしてる人なんですか？私？錬金術師だよ。錬金術師。うん、錬金術師っていうのは錬金術を使う人で、錬金術っていうのは。待ちなさいソフィー、フィリスが混乱しています。すみません、いろいろ急すぎて。あ、ごめん。説明するより見せた方が早いかな。ねえフィリスちゃん、この近くにテントを張れそうな場所ってある？ですか？うちの近くの空き地なら多分。本当？悪いんだけど、そこまで案内してもらえるかな？はい、構いませんよ。すみません。それではよろしくお願いします。びっくりしたけど悪い人たちじゃないみたい。でも、
あの扉を簡単に壊しちゃうなんて。これが錬金術？それを確かめるためにも二人を空き地まで連れて行かないと。ねえ、フィリスちゃんってここの人なんだよね。ここってエルトナで合ってる？はい、合ってますよ。よかった。確かいろんな鉱石が取れる町なんだよね。そうなんです。実は私も鉱石拾いがお仕事だったり。鉱石拾い？はい、そんなことをしてるの私だけなんですけど、他の人はちゃんとツルハシで掘ってますし。あれ、そうなんだ。ツルハシを使わない理由でもあるの？いらないからです。掘らなくても鉱石がある場所がわかるから。わかる？私、鉱石の場所が聞こえるんです。鉱石がここにいるよって言ってる感じっていうか。クラフト、それって。ええ、おそらくは。ごめんなさい、変なこと言っちゃって。ううん、変なんかじゃないよ。それはきっとフィリスちゃんの才能だから。ソフィーの言う通りです。その稀有な才能、ぜひ大切にしてくださいね。はい才能か。お二人ってお外から来たんですよね。うん、そうだよ。キルヘンベルっていうところから来たの。教会があって、緑がたくさんあって、町の人たちも優しくて。あまり大きくはありませんが、落ち着いた、とても住みやすい街ですね。他にもお外のお話聞かせてもらえませんか？私、お外のことに興味があるんです。お外のことに？そうなんだ。なら、どんな話がいいかな。ソフィー、先にテントを張ってしまいませんか？おそらくそちらの方が
落ち着いて話せると思いますが。ああ、そうだね。そうしようか。フィリスちゃんもそれでいいかな。はい、じゃあ空き地まで急いで案内しますね。これくらいあれば大丈夫そう。本当ですか？よかったです。ありがとね、フィリスちゃん。じゃあパパッと貼っちゃうから。よいしょっと。ここをこうして、こうすれば。これも錬金術の力だよ。改めまして、ようこそ私たちのアトリエへ。アトリエ？はい、錬金術師の仕事場のことです。それで錬金術っていうのは、今からやってみるからちょっと見ててね。材料はこれとこれ。気をつけながらゆっくり丁寧にかき混ぜれば。はい、道具の出来上がり。え、今何が？これが錬金術だよ。あるものをもとに全く別のものを作り出す、私たちの錬金術はそのような力なのです。錬金術のおかげでいろんなものが作れるんだ。このテントも、さっき扉を直したのもそう。どうかな、分かってもらえた？扉を壊したり直したりかと思ったら、窯の中から物を取り出してみたり。本当に夢でも見てるみたい。錬金術って
金術って本当にすごいでしょう。ソフィーさん、もう一回、もう一回見せてください。ずいぶんとお気に召したようですね。そうだね、そんなに気に入ったなら提案なんだけど、フィリスちゃん、錬金術やってみない？え、私がですか？そう、多分フィリスちゃんには錬金術の才能があると思うんだ。それにきっと見てるより自分でやった方が楽しいしね。ええ、その通りです。遠慮などはいりませんよ。はい、それならやってみたいです。うん、決まりだね。やり方を教えるからこっちまで来てくれるかな。わかりました。あ、ひらめいた。新しいもの作ってみよう。えい、始めよう。まずはね、何を作ろうかな。材料はどれにしよう。最初は何も作れなかったというのに。一応少しは作れたし。もう昔の話なんだからいいでしょ。
まあ何はともあれ、やはりフィリスには錬金術の才能があるようです。そうですか。でも錬金術ってとっても楽しいんですね。材料をバーって入れてくるくるって混ぜたらドーンってできちゃうんですから。ソフィー、どうしましょう。何を言っているのか理解できません。それだけ楽しかったってことだよ、きっと。でもフィリスちゃんは本当にすごいよ。この調子で頑張れば公認試験にだって合格できちゃうかもね。公認試験？はい、一年に一度開かれる錬金術師の実力を測るための試験です。合格すると優秀な錬金術師だって認めてもらえるんだ。実は私も来年の試験を受けようと思ってて。なるほど、それで旅をしてるんですね。うん、そういうこと。まあそれはいっか。フィリスちゃん、どうかな、錬金術のことを分かってもらえた？はい、よくわかりました。そっか、それならよかった。今のって？時間を知らせる鐘なんです。この町、お空がほとんど見えないから。そういうことでしたか。そろそろお家に帰らないと。ねえフィリスちゃん、私たちしばらくこの町にいるつもりだからさ。もしよかったらまた遊びに来てよ。いつでも錬金術やらせてあげるからね。いいんですか？もちろんね、プラフタ。ええ、いつでも歓迎します。気をつけて帰ってね。それではまた。お待ちしていますよ。ただいま。おかえりなさい。急に走って行っちゃうから心配してたのよ。ごめんね。嬉しそうだね。何かいいことでもあったのかい？ないしょ。変な子ね。まあいいわ、ご飯できてるから食べちゃいなさい。
おはよう。ぐっすり寝られたみたいね。あれ、お母さんだけ？お父さんもリアーネももうとっくに出かけちゃったわよ。そっか、私もどこか行ってこようかな。いいけど、晩ご飯までには帰ってくるのよ。はい。そういえば、ソフィーさんたちにお外のこと聞きそびれちゃった。また錬金術もやってみたいし、今日も二人のアトリエに行ってみよう。Thank you.